お疲れ様です。6月18日火曜日朝6時の相場解説になります。今日はなんとかね、倍で決めていきたいですね。えー、というのが、陰線下髭を出して跳ね返ってきて、それから三平が出てます。上髭が気になるところですけども、この流れに沿ってですね、今日も陽線が出ることを期待したいですね。特にここ、抜けたような感じがしますからね。まあ油断はできないんですけども、 移動平均線も上昇の形をとっています。これが冷やしなんで、今日は大いに倍で取れるチャンスがあるんじゃないかなと思います。で、4時間の方を見てみます。4時間ですけども、下に一旦帰ってきてます。つまり、帰りが行き過ぎて、ここに符号して落ちてきているところなんですけども、これも移動平均線のライムとか赤に触れて、 反発して上に上がってくる可能性があるのかなと思いますよね。まあ上昇トレンドを綺麗に書いてるかなと思います。さあそして、1時間を見ていきますけども、1時間、ちょうど今ね、赤いところにかかってますんで、こっから上の方に跳ねていくんじゃないかなと思いますんで、リスクの取れる方は、ここで倍に転じるというところだと思います。で、リスクの取れない方は、ここを抜けてからね、 158円台に乗っかることを期待して、倍で入ればいいんじゃないかなと思います。今日の狙い目はね、そのぐらいなんですよ。うん、それ以外は、特に、じゃあセルで、あの、利益を得るチャンスがあるかって言ったら、セルでとてもね、利益得るかって言ったら、どうもなというところでございますし、エントリーポイントを待つって言っても、今、待った結果、そのエントリーポイント来てますんでね、<laughs> これじゃないかっていうところですよ。はい、以上、言うことはありませんので、速っ軸限定動画の皆さんはね、ちょっと、追加の放送はありませんけども、 えー、fx オリりンの方はじっくりと今日一緒に攻めていきましょう。今日は倍でね、利益取っていきたいですね。えー、それでは。